今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした、今日の試合の感想をお願いします。個人的にはそのできた部分とできない部分とがちょっと明確になって、その通用するなっていう部分ではまあ楽しくできたかなと思います。終了間際の振り向き球のシュートが決まって、2点目になったんですけど、その時のことをちょっと振り返っていただければ。なんかお姉ちゃんの点とかを見ているとライレで点取るのが多いなって思ったので、ちょっと止めて打ってちゃ間に合わないと思ってあそこは思いっきり振ってみました。実際後半入ってからとかすごくパスでワンタッチつないでいることで相手のディフェンスを崩すっていうようなことができてたと思うんですけども、それがつながってたんですか。そうですね、それでやっぱ全体的なリズムが結構生まれて、そのチーム全体が結構動きが流れるようになったかなと思いますね、はい。また日曜日で3位決戦残ってますけど、そこでもまたゴールを期待したいと思います。方法を考えてください。やっぱり今年は1試合1点を目標にやっているので、次の試合も点を取って勝ちたいと思います。ありがとうございました。